少し評価を下げています。中部勢4番篠原が前を伺って、6番北川も接近する流れか。上位人気5番の天貝、前受けから無抵抗で一旦7番手に引きます。その間にジャンの2センターで6番北川前に行きました。強気にかけそうか。6番の北川、2番手は立花、3番手は地元の飯田、飯田もセンテライン3番手であれば車検絡みの可能性十分といったところ。中部勢中段4番手から6番手です。5番の天貝は引いて7番手、今日も排水の陣です。5番の天貝、1コーナーでその天貝がロングマクリを狙っていって7番藤原が離れました。前は6番の北川が先行する流れ、2番手外まで接近する5番の天貝、トップスピードに乗りました。まくり炸裂5番の天貝、強烈なスピード、その後に追いながら1番立花と4番篠原が2、3番で並んでいって、浦崎も打ち目を救ってきました。2番手以下は固まって大混戦、第4コーナーが直線コースで2車身リード、5番の天貝悠々押し切ってゴールイン。あとは4番篠原の突っ込みか。まもなく残り1周半、九州勢前段でしたが、3番水谷がちょっと切る感じで前段を伺って、北野の上昇を待つのか。2番北野のラインは愛知勢、そして南関勢、4番茂木まで加わって5者連動で前段に行きます。そして8番吉永も後方を嫌いながら動いてくる形、3番水谷は現在後方待機になりました。前はペースアップで2番の北野、2日目から3走連続の先行です。メカゴジラ先行2番の北野、上がってきた8番の吉永、2、3番手の外でいっぱいです。主導権取りは愛知勢、北野と三浦、南関勢これを追って3番手4番手の内目の状態です。3番水谷は現在自重をしながら後方のインコースで、水谷コースがない状態です。九州勢アウトに浮かされて3コーナー飛び出して逃げていく2番の北野、目いっぱい逃げ続けて気持ち十分。三浦が2番手、高木は3番手、地元の古川は4番手勝負。水谷が中段から突っ込んでくる、第4コーナーから直線コース踏み直して粘る2番の北野、あとはゴール前の勝負。5番の三浦、3番水谷、2番の北野、3人の争いか。南関東勢今内かぶりの状況、鐘を聞いて残り1周半、5番車西田は先行はなさそうな感じです。誘導を使って前キープ、あとは久米と松坂の睨み合いですが、松坂今日も下がってまくりの展開か。ジャンの4コーナーは3番の久米がかけていきそうで、そして1番港は番手無風、中部勢も続きます。九州勢は現在5番手6番手、南関勢3人は7番手から9番手です。松坂ですがリスキーな展開、後方の7番手です。前は3番車の久米がかけていって、まだまだ1レース棒上ですが、2コーナー7番手から2番松坂、逆転狙って踏み上げる5番西田が中段で合わせようとするも、中段乗り越えて松坂、4番手外まで接近で3コーナーカーブ、逃げる3番の久米で1番港が番手絶好の形、松坂がセンテラインに接近中、第4コーナーから直線コース、有利な番手から1番港誠司が追い込んでゴールイン。今シリーズ2勝目、1番港、あとは8番藤原のツッコミか。抑えました南関勢です。やることは一つという感じ、9番牧田が前段へ、そしてスイッチする中国勢、前反り短期で5番手切り替え、あと同じ短期の8番内村6番手スイッチ、下がった高木巻き返せる体勢は整えています。ジャンの4コーナーの7番手からダッシュ戦、加速をつけて上がってきそう。4コーナーからホームにかけて前も9番牧田が突っ張ってきますが、7番高木翔も襲いかかっていって、1番田中が懸命に仕事を狙ってくるが勢いまだ衰えず、9番車の牧田が突っ張り先行、1番田中もう一度2度目の仕事をしていって、あとは今度が切り替え含み、4番の三上が下がっていく。前は牧田と田中、地元2人、3番手スイッチは5番根本、好意がある展開、残り半周です。4番手は6番車の深さ位置をキープ、前反り5番手、6番深さ1車分上がって3番手外ですが、8番の内村縦攻撃に出まして一気に前段飲み込んだ、その後の2番手争い、前反りがついてくる、第4コーナーから直線コース、鋭くまくった8番の内村、大金星のゴールイン。2着争い、2番前反りか1番田中か。中段外に上がった状態、2番の藤田、そのまま関東勢も抑えに前上がります。積極タイプの中島と小林のマッチアップなんですが、まず自在型藤田が切って待ちます。ジャンの2センターから4コーナーは踏み込んでくる和歌山、4番小林文也、シリーズ3度目の先行か。しかし8番中島も外に持ち出しています。最終ホーム残り1周500を通過、先頭小林、中段外から8番中島襲いかかった。2番藤田は現在は切り抜けて下げていって後方インコースになりました。上がった中島現在は3番手外、突っ張り気味に4番小林が先頭です。小林先頭、伊藤が2番手、3番吉永3番手で続いて、切り替えた吉田に2
を押されて2番車藤田が出ていけない難しい流れとなりました。3コーナーから2センター前は4番小林がここまで順調に先行です。伊藤が前をかばって後ろに備える。吉永と藤田が 3,4 番手でもつれ気味直線コースに向きました。小林の先行をフルに使って愛知の1番伊藤正樹追い込んでゴールイン。2着争い接戦。7番佐藤か3番吉永か。山田中段外、あとは近畿中部の発進待ちか。ジャンの3コーナー750を通過。原田が一旦抑えて今度は山田が切ってくる。さらに8番大笹がジャンの2センターから行きました。神奈川勢現在8、9番手です。8番の大笹には迷いなく躊躇なく飛ばしていきそうですが、4番山田が近畿中部勢に絡んでいきまして稲毛と山田、しかし山田は一車分下げて3番手インコース。その間6番手から7番の原田まくっています。神奈川勢現在後方待機。まくった原田が3番手外に上がってくる。逃げる大笹で3番の稲毛番手の立ち回りバックから仕掛けるか。3番の稲毛、7番の原田こらえている。1番桑原はスイッチして稲毛の後ろ回りになりました。7番原田力つきました。神奈川勢現在 3,4 番手あたりです。2センター通過。稲毛先頭で1番桑原、あとは桐山白田が追い詰める。第4コーナーから直線コース前2人に神奈川勢が接近する。稲毛が粘って9番桐山か。9番桐山、3番の稲毛、両者の争い。金を迎えます。4日とも主導権取りか。5番の早坂、番手は2番の小林、そして9番佐藤は3番手に入ったところ。九州勢3番手から5番手、8番栗林は九州勢後ろへスイッチし6番手、7番手に切り替えて4番の大西です。3番竹内は土俵際8番手に追いやられまして、筒井が最高峰で最終周回です。前でペースアップは5番の伊早坂です。4日とも先行勝負コンプリート。伊早坂目いっぱい逃げて九州勢は3番手から5番手で中断。後位の3番手から9番佐藤がまくります。3番竹内まだまだ8番手、3番手からまくりにいった9番の佐藤、今日こそ井上か。九州勢先まくり、佐藤が先頭追っては1番の井上、その後の3番手は離れまして2番の小林です。竹内はどうだ、まだ4番手前後のところです。第4コーナーから直線コースは九州2人ワンツーの効果。粘っています9番の佐藤、乗った井上かわしてゴールイン。1番の井上から9番の佐藤、高い音色が心地よい千葉競輪場の鐘が鳴り響きます。1番人気の3番手ヨボス、初手と変わらず6番手キープ、4番ともえ変わらずの7番手です。誘導残った状態、整然と列は整ったまま周回は進んで4コーナーカーブ最終ホームまで来ています。発進待ちにも見えますが、先頭位置から1番の天田が少しここは踏んでくる。7番佐藤が勢いよく発進です。ボスはまだまだ6番手キープです。佐藤が仕掛けて先頭へ、天田が2番手、渡辺が3番手、住が4番手です。5番の三宅は現在5番手、2コーナー6番手から3番手をボスまくりを打つ。あと4番ともえは最高峰です。まくりにいった手をボスの仕掛け決まるかどうか。3コーナー逃げる7番の佐藤、2番手は1番の天田、そしてその外から桁違いのスピード捉えにいった3番手をボスです。2番手争い混戦な直線コースに向きました。3番の手をボス鮮やかに引き離してゴールイン。高速まくり炸裂、3番テオボス。中四国勢これを追いながら南関勢と埼玉東京勢の対応はどうか。金の3コーナー誘導員を切りながら青森が逃げるか、いや4番工藤がこれを叩いてきます。準決勝同様に強気の先行か。4番の工藤、南関勢この間に7番手から9番手、後手踏んだ感じの軍事です。地元2人は8番手9番手、その前に埼玉東京勢ですが、7番軍事がホーム7番手からまくり気味に発進です。先頭4番の工藤もスパート開始、福島両者は中断ですが、7番車の軍事が豪快発進まくり返す流れ、追っては1番の石井です。5番の鈴木が歯を食いしばってついていけるかどうか。久木原が8番手からまくっています。工藤と軍事で並んで力勝負は軍事が捉えて3コーナー、追っては1番の石井、その外まで接近する8番久木原、見どころ十分ですが1番の石井が跳ねのけて仕事をしていく。あとは5番の鈴木がもう一度盛り返す。第4コーナーから直線コース、先頭を踏ん張って7番軍事公平ら、軍事が粘ってゴールイン。あとは1番の石井修二、3着争いは大接戦。
切られて1番2頭は一旦ここは下がる流れ、近畿勢中段キープになりますが、500を通過北日本9番新山、前に立って流すところ5番山田、切り込み含みで3番手森田と競っている、7番三谷は番手勝負に行って竹内の位置を狙ってきます。中部3人後方を退いてチャンス十分、7番手から9番手です。500を通過で最終周回、9番車の新山がひたむきに先行、2番竹内ここは譲れない番手のところ、7番三谷と激しく競っていますが、三谷と竹内両者ともいっぱい気味で前と離れた。3番神田が好判断、切り替えて2番手浮上、1番の伊藤は7番手からまくって中段に行っています。山田現在は切り替えての3番手の状況、9番新山短期逃げ2車身半のリード、2番手から3番の神田が追い詰めてくる、あとは5番の山田が3番手になりました。伊藤は厳しい第4コーナーから直線コース、独走から粘っている9番の新山ですが、ゴール前は混戦は4番湿地の決め足か。ライン4つの勝負、細切れ戦残りは1周半、外から2番の阿部切ってくる、そして7番杉森現在3番手、あとは4番小島が中段5番手のインコースで、9番近藤中段外ですが、ジャンの4コーナーでダッシュを仕掛ける9番の近藤、前でも2番の阿部が突っ張り含み、後ろを振り返った2番の阿部、そこに外から接近する9番の近藤です。もがき合い気味から9番車の近藤が決意を込めて全速先行になっていく、1番の伊勢崎続いて2番手です。阿部が3番手ですが、五十嵐とちょっともつれ加減、7番杉森6番手からのまくり勝負、4番の小島後ろ8番手の位置になっています。バックを通過、残り半周250で9番車の近藤をかけていく、伊勢崎2番手、阿部が3番手立て直す、そして外から8番手まくり、4番の小島慶治500走路得意、一気に外から飛んでくる、伊勢崎を飲み込んでいくか、4番の小島第4コーナーから直線コース、鋭く捉える4番の小島慶治だ、ゴールイン、全盛期のような痛烈な8番手まくり、小島慶治。一番村上が地元勢の動きを警戒しながら前に来ました。佐藤は村上追っていく形です。6番志村は3番手スイッチ、栃木勢4、5番手の外です。一旦下がった7番の山中、一踏みからの出し力は相当なものがある7番山中ですが、一旦ここは後方に引いていってかまし狙いかと思われます。誘導まだ残っていますが、勝負に誘う鐘が鳴って、栃木勢2人前段へ、村上3番手、佐藤が4番手、志村は5番手です。6番手から9番手で難関勢、地元千葉コンビです。石別と万感の思いを持って誰が逃げるかどうか、山中6番手で我慢の状態です。誘導残って最終周回、長島が前でかけそうです。3番上山がっちりつけて2番手、村上3番手で V チャンス十分、佐藤が4番手、志村は5番手です。地元勢6番手から9番手の展開、7番の山中2コーナーから発進する、後ろエビネットの中村はついていく、3番手から1番村上が先まくりで栃木勢を捉えにいった、7番の山中渾身の痛烈まくりだ、全力込めて7番山中がアタックする、村上がこらえる、その後に8番佐藤、6番志村が続いていく、4番のエビネが後方から大外に回っていきました、わずかに山中先頭、佐藤が追ってくる直線コースだ、8番佐藤か7番山中か並んできました、優勝争い。